結構切ったよ、かなり。ドライヤーとか超楽になりそう。今日は最終投資でした。皆さんオープニングの映像見てくれましたか？ネプテューヌの舞台版の。私がリツイートさせてしたんですけど、なんか 私あれです。いつもの緑の T シャツに 黒マスクしてる人が私です。マジでね、ダンスと歌もすっごい多いし、楽しんでいただけると思います。今日は最終投資だったんですけど、自分の必殺技の殺陣がうまくできて、とても良かったです。過去一にうまくいって、最後にふさわしい終わり方でした。出来栄えでした。よかった。でもね、場当たりとか、本番のね、舞台はどんな感じなのか分かんないからさ、ドキドキだけど、本番に強いと信じて、できると信じて、頑張ります。前も話したけど、なんか結構その外の人からしたら、その AKB と共演した人とかから聞くと、言われる言葉はね、 AKB の子って本番に強いよねみたいなのはよく言われます。なんか本番にパワーめっちゃ出すよねみたいな のは言われたことあります。うん、なんかそういうイメージがあるっぽいです。確かに人前にたくさん、あ、ここね、これ寝癖。やば。短い。短いけど、なんか前が短くて、後ろ長いんだよね。ちゃんと、あるから。行動するの早いよね。私さ、髪の毛今日入れたの。今日予約したの。稽古場ついて、うわ、今日も暑いなぁ。もう早く髪切りたいやぁと思って。今日空いてますか？空いてますよ。お願いします。なので、もうすぐ切ってもらいました。耳かけるとさらになんか、変わるよね、また印象が。すいません、ちょっとみんな待ってもらってもいい？3分以内に戻ればいいか。みんなちょっと待ってて。一回止めた方がいいかな。ちょっと待ってて。すぐ再開します。ちょっと一回終わりにします。またね。